はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、入れ替えがあったというところで、ちょっとそれに関しての、まあ僕の見解であったりとか、まあちょっと坂本さんに関する、こともね、ちょっと言及していきたいなというふうに思ってます。まあ下がった選手が、中山選手、堀田選手、あとあれか、山崎伊織投手。まあ来週の、試合の日程なんかを考えてね、山崎伊織投手とかは、まあ、抹消しても問題ないというところで、そういったことをね、やったんじゃないかなというふうに思います。逆に上がってきた選手、萩尾選手、増田陸選手、又木投手っていうところで、又木投手はまあロングリリーフの枠で上げてますっていうふうなことを言ってたんで、まあ今日はちょっとね、その萩尾選手と、まあ、増田陸選手ねがね、中心にお話していきたいと思います。まあ結局ジャイアンツね、まあ打ててないじゃないですか。で、もうこの二人に起爆剤となってもらいたいと思ってあげてると思うんです。で、まあさっき結論言いますけど、まあそのもし、今日ね試合やりますけども、もしこの二人をスタメンで出さないようだったら、僕はマジでおかしいなというかね、それはマジで、そんなんはいらんなっていうふうに思いますと、なぜかというと、まあこの二人、まあ非常に2軍で打ってると。で、大体2軍から上げるときっていうのは、もうその上げたときに使わないと、もう使うときなくなりますよと。旬がね、そのとき一番いい調子がいいときに上げてるんだから、使わない意味ないよっていうふうに僕はずっと思ってますし、まあ先週のときからなんで上げたのに使わんのってずっと思ってたんでね、上げる意味ないやんっていうふうに思ってたんで、だからもうせっかく上げたんだったら、まあこの萩尾選手だったりとか増田陸選手っていうのは、まあ今日絶対スタメンに入れてほしいと思ってますと。で、じゃあスタメンに入れるとしたら、まあどの辺の打順で、どういう感じでやっていくのかっていうところを話していきたいんですけど、まあおそらく、まあ僕がもし監督であればね、まあ下位に入れると思います。下位打線にね。なぜかというと、まあその、まあおそらくこの二人を出すとすればね、出すんだ、あれば、坂本選手を、まあ休養日に当てると思うんです。どういうことかっていうと、まあその、増田陸選手であれば、多分おそらく、まあ、二軍でのね、出場であったりとか、今の内野陣のね、布陣なんかを見てたら、多分おそらくファーストってなるんですよね。で、ファーストの岡本選手を、まあおそらくサードにやって、で、萩尾選手は、まあ、外野手なんでね、まあ、前から言ってますけども、センター、ヘルナンデス選手、ライト、丸選手という布陣で行くんで、多分、出るんであれば、おそらくレフトなんですよね。で、下位打線っていうところについてお話ししていきますけども、まあ、昨日はちょっと打順違いましたけども、まあ、丸選手、ヘルナンデス選手という1、2番がね、非常に好調だというところありますと。で、まあ、吉川選手もね、昨日は違ったけども、3番でね、まあ、ここずっと入ってるというところで、多分おそらく3番に、吉川選手入れるでしょう。で、4番に、まあ、岡本選手でしょう。っていうところで、見ていくとね、まあ、萩尾選手であったりとか、増田陸選手をもし使うというか、まあ、使わないとおかしいんですけど、まあ、使うんだったら、まあ、おそらく、まあ、8とか9とか、7、8、9の、その辺に、多分この2人を入れ込むんじゃないかな、っていうふうに個人的には思ってますと。で、まあ、坂本さんなんですけど、まあ、その、まあ、状態悪いと。で、状態悪いって、僕、2パターン考えられるんですよ、状態悪いってね。シンプルに打撃の調子が悪いっていう。まあ、それは、大体あるんですよ。うん。で、二つ目が、まあ、体のコンディションが悪いっていうところ。で、体のコンディションが悪くて、で、動きにズレが生じて、で、結果的に、調子を落とすっていうのはめちゃくちゃあるんですよね。で、まあ、プロ野球選手なんてめっちゃしんどいですと。で、まあ、他のアスリートもそうですけども、大体疲労が溜まっていて、いつもと同じ、感覚であったりとか、動きができなくなってきて、ポイントがずれたりとか、そういったことがあって、打てなくなってくるっていうところなんですよ。で、ちょっと前から、まあ、坂本選手ちょっとずつね、休養しながらやってるとか、あったじゃないですか。で、安倍監督も、まあ、今日は、まあ、隼人が腰が重そうだったんで、とか言って、こう、休養、休みしながらね、出てますけど、多分おそらく、本調子じゃないと思うんですよね。で、体も結構きついと思うんですよね。で、
いくらまあショートからサードに移ったとはいえね、負担はもちろん少なくなってるんだけども、まあそれでもね、まあ毎試合ある程度ね、サードというところで、プレーしてるわけですから疲労が溜まると。で、実際その疲労がおそらく腰というかね、もともと腰はね、良くないというか、悪いというか、うん、持病が持ってるというか、そういったところあるんで、非常に、まあ、ストレスというか、溜まってきてるんじゃないかなっていう、金属のね、金属疲労っていうのが溜まってきてるんじゃないかなというふうに思います。で、その上で、まあ、打撃のね、調子が落ちてきて、で、今、どん底というか、まあまあ、良くないっていうところがあるんで、まあ、それ、二パターンだと思うんです、これ、直すためには。うん。もう、出続けて、もう、調子をとりあえず上げていくっていうのと、もう一回休んでしまってというか、まあ、ある程度こう、ね、休養というか、まあ、うまいことやりながら、休養しながら、まず体の状態を持ってって、そこから打撃もね、まあ、修正していくっていうところだと思うんですよ。で、僕だったら、僕がもし監督だったら、休養の方をやります。はい。いや、もう結局、体が資本ですし、まあ、ね、それは若い時であればね、若い時の坂本さんバリバリですから、やれてると思うんですよ。普通にね、今のサードの運動量であれば絶対やれてるんですけど、まあ、それもね、効かなくなってくると。いずれかはね、そんなみんなそうなんで、まあ仕方ないことなんですけど、だったら、ある程度ね、コーチ陣というか、まあ監督陣、首脳陣たちが調整してあげないといけないっていうのは僕思ってて、まあ、坂本選手が、まあ、今までこれまでね、すごい、こう、貢献してくれてますと。そんなことはみんな分かってますと。なんだけども、それを、その、まあ、選手が引きずるのはね、まだ分かるんですよ。うん。俺、あの時はできてたなとか、なんで今なってできひんやっていうのはまだ分かるんですよ。だけど、その首脳陣たちが、コーチとか、その上の、人らが、その、坂本だったら今でもできるというか、っていう風に強く信じすぎてしまうっていうのは僕はあんまり良くない状態かなと思ってて、期待するのは全然いいんですよ。期待するのは全然いいんだけど、まあ、実際ある程度都市というところも来てるから、やはり、考慮してあげたりとか、選手は行きたがるんですよ。どう考えても。できるって言うんですよ。できるって言うし、やれるとずっと思ってるんですよ。だけど、やっぱり、手綱を引くというかね、やっぱりこう調整してあげる人っていうのは必要だし、まあ、原監督とかは結構、坂本さんに送りバントさせたりとか、スタメン外したりとか結構ありましたけども、まあ、阿部監督に入って、まだ現状ね、スタメン外れたことってほとんどないと思うんですよ。休養日以外でね。うん。だから、そういったところっていうのは、やっぱ坂本さんを信頼してる証拠だと思うし、坂本さんは、絶対チームに必要だと思ってる証拠だと思うんですけど、でもやっぱり、ある程度ね、体のところが多分ガタ来てると思うんで、僕が、まあ、あくまで僕の予想ですけども、多分、こんだけ打てないってことは、多分おそらくですけど、どっか痛めてるか、どっか隠しながらやってるんですよね。うん。と思うんですよね。まあ、憶測ですけどね。うん。だから、一回休めてあげるっていうところで、多分おそらくこの二人をね、萩尾選手と松田陸選手っていうのを上げてきたんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあ、成績見てると、まあ、24打数8安打3割3分3厘2ホームランね。萩尾選手。で、松田陸選手もね、直近7試合で22打数9安打、4割9厘っていうところで、まあ、二人でも非常にいい打席を送れてるというところ。まあ、2軍の試合もちょろっと見ましたけども、やっぱりな、内容はいいです、非常に。で、萩尾選手に、至っては、まあ、足の上げ方ちょっと変えてますよね。うん、ちょっと、今まで普通に足を、まあ、これ足だとしたら、こういう風に上げてたやつを、ちょっと、上げる前に、こう、足首でこう蹴り出してから、こうね、上げてるっていうのがあるんで、多分、打ち方をすると、普通に上げる、よりもですね、間が取れやすいというか、まあ、一クッションこう、自分の中でテンポをね、足を切り上げることによって、ちょっとタイミングを測りやすいし、自分の間合いっていうのがね、取りやすいと思うので、そういった意味で多分、非常に状態を上げてるんじゃないかなというふうに思いますと。で、陸の場合も、まあ、ミニキャンプを、まあ、調子悪くてやりましたと。で、まあ、そこで一回休養して、もう一回上がってきたっていうのがあるので、まあ、坂本さんの先の話じゃないですけども、まあ、坂本さんも、まあ、多少、休養を入れながら、やっぱりやってあげた方が僕はいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、萩尾選手と松田陸選手に、まあ、助言じゃない。まあ、僕が助言ってするのもおかしいんだけど、どういうところを期待するかっていうと、僕は、まあ、はっきり言うけど、
もうなんかこの2人にはせっかく上がってきて多分おそらく使われるだろうからもう思い切ってやってほしいですよね、うん、でまあそのこの間の萩尾選手とかもそうだったけど最後の方とかやっぱり考えすぎてバット触れてないよねどう考えても。でこんだけもう2軍で打ってるんだったら僕はもうどうせおそらく下位打線に入ると思うんで全然もう振ってったらいいと思うんですよ。で多分おそらく、まあ、伊豆口選手あたりが多分下位打線には入ってくると思うんで、まあ、伊豆口選手調子いいでしょ。で多分それが塁に出たりとかしたら多分その得点圏とかの打席も増えると思うんですよ。だからもう積極的にもうブリブリいってほしいですよね。もうまあ僕試合解説で、まあ、この場面は初球あまり振らない方がいいとか、まあ、言ったりしますけど もうこの2人に関してはこんだけ打って上がってきてるんだったらもうブリブリいかないといけないというか、うん、で持ち味じゃないですか。萩尾選手にしても増田陸選手にしても、まあ、アグレッシブさというか、まあ、積極性が売りの打者なんで、で、まあ、パリーグの打者なんか見てても分かるじゃないですか。淡泊な攻撃になってしまう時もあるんだけどもやっぱりハマったらやっぱ1イニングにね3点4点取ることもあるじゃないですか。だから僕それでいいと思うんですよね、うん。まあ、場合によってはね、ちょっと自重しないといけない場面はあると思うんだけどやっぱり2軍でこんだけ打って上げてもらってるわけだからもうブリブリいかないと。でましては初対戦のね、ピッチャーばっかりだからパリーグだからまず振って合わせないともう見てるだけじゃ合わないから、うん、だから振って空振りになったのかファールになったのかっていうところで、バッターっていうのは調整を加えていくわけなんでそれを見て見てやってるようじゃ追い込まれて最後落とされて終わるだけなんで。だからこの萩尾増田陸っていうのは、まあ、今日絶対出ると思うんですよ。でこれでもしスタメンで出てなかったとしたら僕マジで切れるしそれはそれに関してはね、うん、で、この2人を上げて、おそらく坂本選手を、まあ、休養日にして、挑むと思うんですよね。だからもうブリブリいってほしいんですよね。で結局坂本選手が、まあ、出なくなるってことは、まあ、まあ最近打ってないけども、まあ、得点する能力としてはまあ落ちるじゃないですか、まあ、期待値というか全体的に見ると落ちると思うんで。だから昨日も一昨日もそうですけども楽天ねやっぱりこう点取ってくるんでやっぱきっちり点取ってくるからこっちもある程度、まあ、積極的になって点を取るフォルムというかスタンスでいかないとやられると思うんでね、うん、そういったところでもうこんな萩尾選手とか増田陸選手っていうのはもうブリブリね本当にもう空振っていいからで、ツーストライクになったらもうね、ちょっとね、ショートスイングでやってもらったらいいから、うん。だからそれぐらいができるバッターだと思ってるから、うん。こんだけ2軍でやれてるんだったら、ある程度1軍でも、今調子いいんだったらやれると思うから、うん。だから変に、まあ、いろいろね、コーチとか、まあ、新岡さんであったりとか、まあ、いろんな打撃コーチいるけども、まあ、いろいろ言ってくると思うけど、やっぱり2軍で調子いいんだったら、もう本当に、まあ、その流れ悪くなるとか、気にせずに、もう、自分が狙ってるボールが来たら、どんどん振ってほしいな、というふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は、まあ、落ちた選手と、まあ、昇格した選手がいるんで、それについての見解と、まあ、今日の、まあ、打順というか、そういったところと、まあ、その選手たちがどういうふうにやってほしいかっていう、まあ、心構えみたいなところについてもお話していきました。まあ、その、結局、いい状態で上がってるんだったら、もう絶対使わないと僕はいけないと思うし、その選手たちもね、変になんか2軍でやってきて、なんかその1軍だから、ちょっとこう、こじんまりなるというか、なんかちょっとこう萎縮してしまうみたいなのは、ほんまにもうそんなのいらないから、今こんだけ5連敗してるんだから、もう思い切っていったらいいと思うんですよね。うん。で、楽天も、まあ今調子がめちゃくちゃ良くて、打線も、やっぱりね、線になってるからね。そういったところで、ある程度点取っていかないと勝てないっていうのが、まあ、ここ2戦でもすごく感じたんで、だからどんどんブリブリね、本当にもう、おそらく下位打線、まあさすがに上位には入れないと思うので、うん。まあ他の選手のね、感じ方もあるので、だからおそらく回だと思うんで、もう回から、チャンス作って、丸、ヘルナンデス、このあたりにしっかりチャンスで回してね、得点できていくっていうね、循環ができたら、すごく面白い試合が見れるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。